皆様お待たせをいたしました。ここからの時間はNISAで個別株に挑戦したい方へ、楽天証券経済研究所今中が個別銘柄の世界をご紹介と題しまして、楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康雄による講演をお送りいたします。この講演ですが、会場での配布資料はございませんので、どうぞスクリーンをご覧いただきますか、またウェブの番組表よりダウンロードいただけますので、そちらでどうぞご確認お願いいたします。それでは今中さん、講演の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、本日最後のパートでございますが、よろしくお願いいたします。楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。この4年間ぐらいですね、もともと私は日本株中心にやっておりましたけども、この4年間、アメリカ株を主力にしております。特にアメリカの半導体 IT 関係ですね、そういうハイテクグロース株を中心に見ております。今回はですね、その新NISAで個別株ということで、新NISA非常にいい制度です。はっきり言ってお金が貯まりやすい、制度であります。日本によくあった制度だと言っていいと思います。これでどうやって、個別株をやっていくかということですね。これを一つ皆さんと考えていきたいと考えております。本日こういったメニューでお話したいと思います。25分間という結構短い時間なんで、かいつまんでお話をいたしますけども、まずですね、この新NISAのポイント、もうこれ皆さんお分かりだと思いますけども、ちょっとおさらいをしておきますと、私から見まして一番重要なのが、売却益に税金がかからないということです。これは個別株の売却益も投資の売却益、それから投資の配当、株の配当や投資の分配金ですね、これに対しては税金がかからないということです。これ非常に大きい話です。儲かれば儲かるほどですね、日本の場合売却益に対して 20% 税金がかかります。で、外国株、アメリカ株は売却益に対してはもともと税金はかかりませんが、日本から投資するとき、そのお金を日本に持ってくるときにはやっぱり税金がかかってしまうということです。ただですね、儲かれば儲かるほどその税金の絶対額は大きくなってまいります。で、この税金がかからないということは、はっきり言ってお金はたまりやすいです。投資が成功したときでありますけれども、お金が非常にたまりやすい制度だと思います。そして投資枠が大きい、これ重要なことであります。成長投資枠、ここで個別株投資をやるということになりますが、年間240万円ということです。で、非課税限度額は1200万円ということですので、仮にこの1200万円がですね、うまい具合に2倍とか3倍になったときには、そこには税金は全くかからない、それがまるまる手元に入るということになります。普通の枠の中でですね、やれば、この益が大きくなった場合でもやっぱり2割の税金がかかってしまうわけですので、なかなか大きいお金を税金として払わないといけないわけなんですが、新NISAの枠内で、やる場合には、その税金がかからない。それからですね、売却した時の投資枠、翌年以降に再利用ができるということであります。で、恒久制度ですので、ずっと長いことこの再利用をできるということです。それからですね、一時的な離脱もできます。はっきり言って買う買わないはもう個人の自由であります。そういう意味で言うと、この新NISAの制度というのは日本の生活者に非常にうまく寄り添った制度であるというふうに考えてよいかなと思います。で、そこで何を
やるべきか、何をやった方がいいのか、ここではアメリカ株をご紹介したいと思います。アメリカ株で個別株投資をやるときに、どういった視点を持てばいいのか、どういったことに気をつければいいのかと、こういうことをお話ししたいと思います。ご覧いただいているグラフが SP400 の月足であります。10年間の14年の1月からの月足でありまして、これで何倍でしょうか。3倍弱、2倍から3倍の間になったということですね。で、次が日経平均株価ということなんですが、まあ、これも最近よくは上がってるんですけども、まあ3倍にはなっていない、だいたい2倍強ということになります。で、一方でですね、このナスダック総合指数というのがあります。ナスダックというのは言うまでもなく、そのハイテクとか成長企業を重点において上場している市場であります。で、これ見ていただきますと、だいたい4000ドルからですね、これ6月末までやってますけども、1800ドル、1万8000ドルまでいたということなんで、4倍以上になったということです。そしてこれがフィラデルフィア半導体株数、いわゆるソックス数、世界の半導アメリカ上場の半導体株の中で重要な会社30銘柄に対して投資している、それでインデックスを作っているわけなんですが、10年間で10倍になりましたということです。まあ、これ当然の話なんですが、 SP500 のように非常に幅広く500銘柄にのインデックスを作っている場合、そしてその中でハイテク銘柄に限っているナスダック、ハイテクあるいは成長株に限っているナスダック、そしてさらにその中で半導体に絞り込んでいるフィラデルフィア半導体株数、ソックス数ですね、こういうふうに絞り込むほど、成長分野に絞り込むほど、この上昇率は、成長するときの上昇率は大きくなるということです。これはもう指数の世界では当然のことです。ただ一方で、下落するときの下落率も大きいということです。このソックス数ですと、21年から22年まで調整期間がありました。この中で半値になっているということですね。こういうこともやっぱりあるわけなんですが、その後まさに大半導体ブームが継続したわけでありまして、見事に今日の高値になっているということです。じゃあ個別株はどうなのかと。はい、もう皆さんご存知の NVIDIA で、あります。で、この10年間で300倍になりましたということであります。まあ、その例外的じゃないのかというふうに思われる方もいるかもしれません。ところがですね、アメリカ株の場合、必ずしも NVIDIA は例外じゃありません。10年間取ってみると NVIDIA のパフォーマンスは本当に突出しています。ただ過去20年間を取ってみると、例えばアマゾンドットコムが500倍から600倍ぐらいになっています。アップルもだいたい100倍以上にはなっているということで、結構ですね、このまあ100倍とかですね、200倍というのはアメリカ株の中では結構あるわけです。で、例えばそうなってまいりますと、例えばですね、こういった株を買うときに不破雷動してお買いになる方もいらっしゃるだろうと思います。 NVIDIA っていうのは何者かっていうのをもしお知りになりたいんだったら、皆さんの周りでパソコンオンラインゲームの愛好家の人がいるかもしれません。そういう人に一回聞いてみてください。そしたら、まあ、時間と許す限りですね、そのパソコンオタク、ゲームオタクの人たちだったら、NVIDIA っていうのはどんな会社なのか、とうとうと語ってくれると思います。ゲームの大会で e スポーツってあります。気になった方も多いと思いますけども、e スポーツに出るときに、e スポーツで勝とうとするんだったら、そのパソコンの中のグラフィックチップは NVIDIA 一択です。AMD も同じ、アドバンスマイクロデバイスも同じようなものはやってるんですけども、アドバンスマイクロデバイスのものでは、e スポーツの大会では勝てません。NVIDIA でしか勝てません。要するに非常に綺麗なグラフィックが出るだけではない。早く、非常に速いスピードで、競技ができるということです。これが AI の世界にものの見事にはまったということなんですね。なんで、こういうふうな銘柄だと、まあ、
非常にそのやりたての個別銘柄やりたての方の場合は高値で買ってしまって、その後どうしようかというふうに悩む人も多いんですが、しばらく持っておけばこういうふうに上がっているということであります。じゃあ他の大型株はどうかということなんですが、これマイクロソフトということになります。今回の生成 AI ブームのまさに立役者と言っていいだろうと思いますけども、だいたい10年前40ドル程度でありました。それがですね今450ドルということになっておりますので、だいたい9倍10倍近くになっているということであります。それからアマゾン .com ですね、これですとだいたい20、30ドルから200ドルということでありますので、これもまた10倍近くになっているということであります。で株価が下落することもあります。でもそのまま持っといたり、あるいはだいたいそこの近辺で再度買うということになると結構報われているというのが実はアメリカ株の一つの特色です。じゃあなんでこういうふうになるのかということなんですが、例えばですねこういう超大型株だけでなくて、これですね今 AI 関連でアメリカの市場で結構話題になっている株です。スーパーマイクロコンピューター、私がレポート書いたのは22年の秋でありました。ちょうどその時にだいたい80ドル台でした。高値が1200ドル、だいたいいくらですかね、14倍ぐらいになりましたけども、こういうですねだいたい中堅的な株になるとやっぱりちょっと調整期間というのは少し長くなります。ただその大型株、皆さんがもうよく知っているようなよく耳にするような大型株の場合ですと、結構アメリカの場合ですねやっぱり長期的な成長というのが期待できるということになります。でじゃあなんでアメリカ株なのかということ、まあ、かいつまんで申しますと、やっぱり世界最大の成長国家だということです。で成長企業の宝庫です。だいたい投資適格1000社って言われています。日本の場合ですね突き詰めて100社ぐらいです。でだいたい、拡大しても400社から500社、アメリカはやっぱり1000社その成長企業投資できる会社があると。それからいろんな分野の国内市場が大きいです。人口3億3000万人、この人口が年々やっぱり少しずつ増えているということ、それからアメリカ市場が大きいということと、もう一つですねアメリカの個人金融資産が世界最大です。でこの個人金融資産の半分強が株です。株と投資です。 1.8K円というふうになります。もう K の単位ということになりますので、これがアメリカの市場の中をぐる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 回っているわけです。ですのでアメリカ株は上がるときには本当によく上がります。それから今焦点になっているのが金利の方向性です。アメリカは一旦これの分だと小幅の利上げ年内なのか、年内無理としても来年早々なのかと、このまま経済データが利上げを指し示すようなものになってまいりますと、いよいよ本格的な利上げなのかなと。ただまあちょっとそのトランプ政権になったときにちょっとまだわからない部分はあります。日本の場合はひょっとしたら利上げなのかなということですね。これもちょっとまだ分からないことはあるんですけども、大雑把に言うとアメリカは利下げ、日本は利上げなのかなと。利下げは株価にとって、特に大型株にとってはプラスということになるわけであります。はい。それからですねやっぱりこのお金持ちの数が世界で最も多いということ、それから重要なのがですね、これ実はアメリカの、雇用市場の特色なんですけども、大体3000万人から4000万人ぐらいプロフェッショナルと言われている人たちがあります。コンサルタント、アナリスト、ファンドマネージャー、弁護士、公認会計士、それから上級中級の技術者、医師、それから各分野の研究者、年収でいうと円換算で、大体3000万円から4000万円、あるいは5000万円以上と。いうようなその高額所得者の人たちです。でこの人たちが非常に分厚い豊かな消費市場を片付くって、かつ投資の市場でも活躍しているということです。でアメリカの企業というのはですね、こういうふうな豊かなアメリカ市場で力を蓄えて、そして速やかに世界展開をするということになります。この世界展開をするときに
アメリカコンサルタント、投資ファンド、投資銀行、そういったところが資金調達をし、人材も紹介するということになります。もちろんそのお金は高いです。高いんで、アメリカの企業というのはとにかく稼ぐことにものすごく熱心です。日本の企業では到底考えられないような収益至上主義です。なんでアメリカの企業は急成長する会社が多いということと、もう一つ国策として技術重視、それから軍事技術重視です。アメリカのこの有力なですね、そのハイテク企業の、少なからぬ企業が、米軍にお世話になっていると。あの小さい頃に米軍調達、非常に有利な条件で投資してくれます。そういったあの軍事技術の面でもこのハイテク企業が育っているということですね。あとこういった市場に世界の有力企業が集まっているということです。まあ、有名なのが ASML ホールディング、これアムステルダムに上場しているだけでなくてナスダックにも上場しています。 EUV 露光装置といって最新型の半導体を作るときにこれ必ず重要になりますが、この会社がナスダックに上場している。それから TSMC、 もう皆さんご存知の通りの TSMC ですけども、ADR 米国予託証券でアメリカ市場でちゃんと買えるということであります。はい。そして個人投資家にとってアメリカ株は大変いいんです。一株から買えますということです。一株から買えるというのは、今 NVIDIA が125ドルということになりますので、だいたい円換算で2万円から買えます。例えば今に日本の売買代金でですね、上位に来ている、1位、2位に来ているディスコ、半導体製造装置のディスコという会社があります。これ6万円出さないと、ミニ株を使って一株買っても6万円出さないと買えないということになります。でアメリカ株の場合、だいたい数千円から数万円でほとんどの会社が買えると。それから投資手段がたくさん揃ってますので、機関投資家とほとんど同じような投資が個人投資家でもできるんです。ここも非常に重要なこと。それから上場企業の情報開示がいいです。機関投資家に開示されている情報のすべて、個人投資家にも開示しなさいという規則があります。これ公正開示規則ってありますけども、あとですね、重要なのがこのアメリカの企業にとっては株価がすべてです。特に大手の企業にとっては株価がすべてです。どういうことかというと、有意な資金調達、それから M&A、 それだけじゃありません。もう焦点になっているのが優秀な従業員を世界中から集めるためです。要するにそのために業績を向上させて株価を上げるためだったらもう何でもやるということですね。グローバルな成長戦略を立てて、いろんな分野でテクノロジーを重視して、そして M&A、 業績が悪かったらリストラです。あと自社株買いです。今このですね、NVIDIA がちょっとお休みしている間にマイクロソフト、アマゾン、メタ、アップル、こういった会社が動いてきています。きっかけになったのがアップルです。もともとアメリカの会社というのは自社株が非常に活発なんですね。ところがこの 1,3 月の決算発表の時にアップルが出してきた自社株買いのプラン、前代未聞の1100億ドルでありました。過去最大の自社株買いです。円換算で17兆円の自社株買いです。要するに日本の有力企業が何社か丸ごと買い取れてしまうような自社株買いを、やると言ったわけです。アップルが置かれている環境は決して楽じゃありません。生成 AI では完全に出遅れました。生成 AI で一体アップルはどうするんだ。これはですね、やっぱり、株式市場の間でこの半年間言われてきたわけです。ところがこの自社株を発表した後、この批判はピタッと止まりました。もちろんアップルインテリジェンスというその生成 AI のプロジェクトを発表したというのもあるんですけども、それは夏、この夏にベータバージョンをお試ししますという程度の話だったんですが、実際このですね、巨大な自社株買いを発表した後にアップルへのその評価というのはガラッと反転してしまったわけです。要するに、アップルインテリジェンス、これは期待できるじゃないかと。まあ株式市場というのはそういうものなんですよ。ということで今焦点になっているのが、例えばアマゾン、これはまだ大規模な自社株買いプランやってません。アマゾンは今急速に業績が良くなっていってます。利益率が上がってきてます。そしたらいずれ自社株買いやるんじゃないか、こういった発想が GAFAM の5社、
マイクロソフト、アップル、メタプラットフォームズ、アマゾン、それからアルファベットですね。アルファベットのこの1、3月期の決算の時に700億ドルの自社株買いプランを出しました。こういうものが今評価されて、これだけの巨大大型株が上がっていっているということです。じゃあ NVIDIA はどうなのかということですね。 NVIDIA はちょうど急成長したばっかりです。ですからまだそんなにお金が貯まってないんですが、この GAFA の5社を上回るようなボロ儲けを今やっているということなんで、まあ遅くとも来年中には何らかの自社株がやるんじゃないかなと私は思っております。こういうことを考えるとですね、あとその成長しない会社はアメリカじゃダメなんですよ。その場合には身売り解散しろと、株主会議のようになる、まあ、能力ない CEO は交代ですね。ということでアメリカというのははっきりは投資家天国だということが言えるだろうと思います。でこういった大雑把にかいつまんで言うとですね、成長分野でこういう分野があります。半導体 IT 個人消費の分野、それから利下げになると住宅が結構重要になってくるかもしれません。アメリカは住宅不足です。人口が増えてますんで、高級住宅も安い住宅も基本的に不足してるんです。ただ住宅株っていうのは今 PR が8倍から10倍ぐらいで非常に安いんですが、金利が高いもんだから株価が抑えられているということになります。この金利が下がったときに住宅株あるいは他の分野がどうなるのか、非常に重要なことだと思います。あと薬品バイオですね。アメリカは自由診療基本ですから非常に新しい薬品が出る。あといろんな分野で成長分野があるということであります。はい、ちょっと時間をしてきましたけども、その個別株投資の醍醐味、あとリスク管理も重要なんですけども、やっぱり投資に成功するとですね、結構短期間でその大きいお金、手に入れるとできるということです。あと分散投資は非常に重要です。ただ分散投資っていうのはそのリスク回避と同時に収益追求する、いろんなものを買っていいということですね。あとそのリスク分散の中で一つだけその気をつけておいていただきたいのは時間分散です。これは大きなお金を一時に投資しないということです。少しずつ少しずつ買っていった方がいいということです。アメリカ市場は逃げません。これからもずっと成長し続けます。日本はどこでどうなるかもう分かりません、正直言いますとね。でもアメリカはこれからも世界最大の強国であり続けるだろうと思います。はい、はい。でまあ、あとかいつまんで数字だけ言っておきますと、今やっぱり話題なのが生成 AI ですね。だいたい今年率で7割ぐらいのスピードで伸びるだろうというふうに言われています。やっぱりこれは巨大市場になります。始まったばっかりと言っていいと思います。 AI 半導体もそれにつれて、伸びるだろうと思います。で一番強気な、データで年率で7割増だというデータなんですが、実際には足元では年率で倍増になってますんで、やっぱりトップ企業の NVIDIA、 それからですね2番手の AMD、 あとブロードコムといったような会社、これはやっぱり注目しておいた方がいいだろうと思います。まあ、NVIDIA のこういう四半期業績が急角度で言ってるわけなんですけども、このですねアメリカのやっぱりちょっとこういうハイテク株の業績見るときの一つのポイントなんですが、やっぱり売上の規模がバカでかいということで、そのバカでかい、売上がさらに伸びているということと、営業利益率を見てください。 60% の営業利益率です。これこの 1,2 年で急成長してしまいましたんで、まだ大規模自社株買いができるようなお金はまだ溜まってないです。ただ来年あたりには、かなり大きなお金が貯まるだろうと思いますので、そこからは自社株買いにも注目できるんじゃないかなというふうに私としては思っております。あと、まあ、この生成 AI の会社ですね、GAFAM の5社、まあ、ちょっとかすかやしになりますけども、やっぱりマイクロソフトっていうのは重要です。アマゾンも重要だし、 Google、アルファベットもやっぱ負けじと頑張っているということで、業績競争はやっぱり非常に激しいですね、アメリカはですね。でそして設備投資もやってるんで、これが直接半導体の需要に結びついていっているということです。まあ、マイクロソフトの業績、
結構順調に伸びていっているということ、アマゾンもそうです。利益率が上がっていってますんで、非常に大きな売上高ですから、年間の利益の伸びが大変いい状態になっているということであります。まあ、あとこういった銘柄がありますが、とりあえずですね、個別絡みに関心がおありになる方は、ガファムの5社、プラス NVIDIA、こういったアメリカ代表するような会社から1銘柄、2銘柄選んで投資していってみるといいんじゃないかなというのが私の意見でございます。はい、まあ、こういったスーパーマイクロのようなですね、急成長株もありますので、その後にこういったものを見ていただきたいなというふうに考えております。このスーパーマイクロというのは AI サーバー、 AI を使うときに必ず言います。これのトップ企業ということになります。はい、ということでですね、ちょっと時間を押してまいりましたけども、こういうふうな銘柄を考えるときにですね、少し慣れてきたらその投資してらっしゃる銘柄のお客さんがどういう会社なのか、あるいは仕入れ先がどういうものなのか、競争相手はどういうものなのか、そういったところからも銘柄を広げていってみるといいんではないかなと思います。ちょっと駆け足になりましたが、ここで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。今中さん、ありがとうございました。